どうもこんにちは。こんにちは。ななちゃんです。七不思議の吉田ももです。若見のぶです。よろしくお願いいたします。ということで今回は素敵なゲストをお越しいただいております。はい、元プロ野球選手 G.G. 佐藤さんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、シャレにならない裏の話の方で、たっぷりとですね、佐藤さんの裏側の話というか、面白かったですよね。いただいたんですけど、いただきましたけれども、怖い話、なんかいくつかね、なんかちょっとある。ということですので、なんかお伺いしていこうかなと思うんですけども、霊感とかなんかそういったものってあるんですか、佐藤さん。ありますかね。知らない。わからないですけど、僕はないんです。ちなみに言うと、怖い話大好きだけど霊感はないし、別にお化けみたいなものを見たこともないんですけど、なんか僕好きなんですよね、怖い話は。そうなんです。ホラー映画とかも結構見たりとか。怖がるタイプですか。怖いっすね。怖がりなタイプ。怖がりタイプ。富士急のお化け屋敷とか絶対入れないです。入れないですか。驚きながら逃げていく姿も見たいですけどね。でも多分ね、追いかけてくるお化けより佐藤さんの方が強いですけどね。怖い、そう、霊感もないかもしれないですね。でもなんかね、スポーツ選手こう来ていただいた時、やっぱ遠征とか多いんで、なんかそうちょっと嫌だなって思ったりするホテルとか、やっぱりその各場所にねあるって聞くんですけど、佐藤さんもありました。なんかそういうホテルが何人かいるんですよね。このホテル絶対いるとかいうやつがいるんで、周りでこのホテル良くない、絶対誰か死んでるとか言わないでほしいですよ、そういうので。とどめとけと。とどめとけと言うなと。意識しちゃうから。意識しちゃうから。あ、なるほど。部屋とか必ずお札とか貼ってないかとか見る選手、チェックする選手いるんで、その霊感あるんでしょうね。あったら嫌だからチェックしないですよね。まあそうですね。怖いですもんね。あったらあったらね。シミとかねあるとね。これは多分そのシミだよとかいうやついるんで、ああいらっしゃいます。チームメートだったりとか他の球団の選手とかでなんかそういう方結構いた。何人かいますね。霊感強い人はね。なんかどこのホテルが怖かったとかって覚えてたりします？なんだっけな、大阪のホテルなんだっけな、古いホテル怖いですよね、やっぱりね。阪急どこホテルだったかな。はい。その新しくできた感じではなくて古めかしい感じの方がいるんじゃないかと思いますよね。なんか実際金縛りとかあったりしました。あ、僕金縛りは結構ありますよ。あ、そうなんですね。金縛りって普通に合わないですか。合わないですか。僕はほぼないですね。そんな頻繁にあるんですか。結構まあ疲れてるとなるのかな。はいはいはい。結構ビーンってなりますよね。ビーンってなるんですか。ビーンってなって、あ、金縛りだみたいな。恐怖は伴わない感じなんですよ。で見渡しますけど、お化けはみんないないですね。なんかあれですよね。金縛りってやっぱ疲れてるからっていうね説が多いじゃないですか。でその幽霊が何かしているパターンの場合って、その金縛りの後に絶対何かあるはずなんですよ。音が聞こえたりとか、何かこう触られたりとか、そういったものがあるんですけど。僕ありました。ありました。あった。あったんですか。ありました。中学生の時だ。中学生、はあはあ。そうなんです。あ、ないか。ないんかい。ちょっと勘弁してくださいよ。中学生の時に金縛りにあったけど、疲れでした。疲れなんかい。ただですね、中学の時に。お化けより怖いものは見たことあります。お化けより怖い。ほぼお化けだったな。ほぼお化け。はいはいはい。ほぼお化けです。僕中学の時、野村幸男。はい。覚えてます。幸男さん。はいはい。野村監督の奥さん。そうです。はい。幸男さんがやってるチームに入っていて。はいはい。やってましたね。あれ本当クソババアっていうか。いやいやちょっととんでもない鬼ババアなんですよ。もう怖いんです。今じゃ言えないような。的な殴る話とかもいろいろあったりとか、で、まあ、とにかく怖い人なんですね。まあ指導、厳しい指導があるんですけど、で夏合宿に行ったんですね、ある日。でその合宿に行くとキャプテンがいて部屋に呼ばれたんですよ、キャプテンの部屋に。でキャプテンの部屋に呼ばれて何って聞いたら、いろんなたわいのない話から「野村社長どう思う?」みたいな話をしてくるんですよ。こっち嫌いじゃないですか。めちゃくちゃ文句言うじゃないですか。野村社長のあのバーバークソババー殴り上がって俺もちょっとそれ散々やられてますからね。やられてふざけんなよマジ嫌いだぜって言ってたらお尻の中から野村社長がバーンって出てきて出てきてテリみたいじゃないですか。でボコボコにされる。てめえ文句言ってんじゃねえよってボコボコにされる。それもうサッチの罠なんですか。罠です。罠ですね。で今もね、一瞬止まったんですよ。そうなんですよ。カメラ止まりましたね。止まったんですよね。これはね。サッチ怒る。じじさん、じじさんに悪口聞いちゃってよって。降りてきましたね。何言ってんだろう。チームでそれだけなんかなんていうんですか。昭和の時代ですよね。そう、昭和の時代です。だからそういう今じゃ考えられないようなこともあったそうですよね。で次お前も入れって言われて、サッチと一緒に入るんですよ。お尻。で次の獲物がやってくる。はいはいはい。でそいつももちろんサッチの悪口をやっぱ言うんですよ。言っちゃいますよね。それはね。で次そのキャプテンが俺のことも聞くんですよね。はいはいはい。G.G. どう思ってるみたいな。そいつ俺の悪口も言うんですよ。辛い、辛いじゃないですか。精神的に追い込まれて、そうですよ。じゃあそろそろ行くぞって言われて、サッチがバーンって開けて、そっちを殴りに行くんですよ。でも佐藤さんも目合わせると気まずいじゃないですか。全員そんなにまでして調べるもんなんですか。それは何の意図、精神的に強くするのかわからない。何か意図があると思うんですけど、その意図はもうわからなかった。わからなかったです。最後まで今頃野村監督と会えてないと思うんですよ。会えてないですか。はいはいはい。野村さんは天国に行かれてて、野村さんは地獄に落ちてると思う。やめなさいよ。やめなさいよ。ね、社長になりますから。やめなさいよ。もう上に行ったらもう。上に行ったね。いや僕らは分かんないですよ。テレビで見てる姿しか分からないんで、でも本当に厳しかったから。厳しかった。そう思うんですよね。今頃会えてないと思います。会えてる。会えてる。なるほど。面白いですね。面白いですね。お化けより怖い人はやっぱり野球界やっぱ何人かいますよね。そうですか。なんか指導とかね、その怖い人聞きたいですね。言える範囲でいいんで、この先輩は怖かったとか。やっぱ監督、コーチとか、あとまあまあ年齢が上の先輩とかっていうことになってきそうですよね。聞いた話でもいいですけど、この先輩は怖かったよみたいなそのね。ちょっと上の先輩から聞いたりもするかと思うんですけど、まあ、違う意味の怖いでいくと、やっぱオリンピックの時、星野監督は怖かったです。もちろん怖かったですね。あの感じなんで、まさに東証。星野さんって僕らはもうね、そう怒る人ってやっぱイメージがあるんですけど、はい、実際はどんな感じで怒るんですか？怒るのはジャパンではなかったんです。あんまりやっぱりトップ選手が集まって一流選手が集まってきてるんで、でもやっぱ厳しいことをやっぱ言うんですよね。しかも場面関係なくもう準決勝負けたら終わりの韓国戦の試合前、もうみんなピリピリしてたんですよ。緊張でもう稲葉さんとかこんなんですよ。試合前広島の新井さんとかも一言も喋んなかったりで、村田選手と巨人のあんまりゲロ吐いちゃったりとか、それほどのプレッシャーみたいなえずいちゃった感じ。結局そういう選手何人かいて、そんなところに緊張してる中に星野監督が現れて、よしお前たちこれから試合だと、金メダル以外いらないんだ、金メダル必ず持ち帰るぞ、行くぞみたいなこと言うんですよ。今そのタイミングそれじゃない。いや違う、今それは違うぞ。じいさん違うのよ。そこはみんなやる気になるとこなんですよ。なんないですか。こうなってんですよ。お前たち金メダル以外いらないんだ。嘘だろみたいな。負けんなよ。負けんなよ。抑えろよ。多いな。その雰囲気の中ですよ。笑い声が聞こえてきます。あれ？キラ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 って。絶対笑っちゃいけない。キラ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 って。なんで笑えるやついんのもって。ふと見たら。里崎智也ですよ。里崎さん一人ケラケラケラ。悪いですね。めっちゃ喋るんだな人も。もうなんか喋りたいこと喋ってケラ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 笑ってるんですよ。こいつ怖っと思って。いいですね。怖えと思って。詰めてる感じでしたね。そういう時でも。もうね、本気で使った監督が悪いって思えるらしいです。俺のせいじゃないって。はあ。何が起きてもエラーしたり感心しても俺のせいじゃない、使った監督が悪いって 100% 思えるから緊張すらしないという。激メンタル強いですね。激メンタル。すごい考え方の発想ですよね、はい、これっていうのは。何緊張してんの？使う方が悪いじゃんっていうのを本気で言ってくる。わーすごい。はい。すごいから笑ってました。怖いと思ってこいつ。いや、そうか、でもだからこそそういった舞台でキャッチングとかね、そうなんです。もできるんだね。確かに里崎さんはね、活躍されましたもんね。そうです。すげえ喋るんで、もう YouTuber やってましたよね。ああ、そうですよね。今もね、バッター当たって相手敵でもキャッチャーずっと喋ってるんですよね。はい。ずっと喋ってうるせえと思って。こんなに喋ることあるんですね。ずっと喋ってるんですね。ピッチャーの文句ばっかり言ってるんですよ。配球通り来ない。GG 配球通り来ない。うるせえっつって。で自分が打った打席だ、打った次の日だと俺のバッティングどうだった？むかつくでしょ。自然上機嫌だな。ずっと喋りたい。え、そう喋る会話するんですかキャッチャーと。したくないですけど、すげえ聞いてくるんで、ああよかったっすねとか言うんですけど。でちょっと調子が悪いとバッティングが一切喋れなくなるんですよ。極端なんですよね。無言になったりとかするんで、面白いですあの人は。やっぱそれってね、実際に選手からじゃないと聞けない話じゃないですか。いやそうだから、あなんかちょっと中継とか見てて、あ今なんか喋ってるなとか一番気になるよね。気になる。気になる。だからこのなんかちょっと口の動きで、ああこういうこと喋ってるのかなとかすごくいつも見ちゃいます。打たれた直後のピッチャーのところにマウンドにみんな集まってくるじゃないですか。あれってみんな何言ってるんですか。頑張れって言ってんですか。まあ頑張れもそうです。今日ちょっと予定あるから早めに締めてくんね。ちょっと今日食事予約入れてんだよなもうつって博多のもつ鍋入れてんだって。なんだよ応援しろよ。効果どうならしたな。そうするとピッチャーはいやホークス打線すげえから。ジョージは打つんだよみたいな。そうですね。でもそれ隠しながら言うとそれ。松中ジョージは無理だって抑えらん。これおもろいな。ちょっと。時間ずらすは分かった。予約の時間ずらす。本当俺頑張れとか、抑えるぜみたいなこと言って違うんだ。松中さん確かにしょうがねえな。しょうがねえな。白いな。裏側ですね。裏側ですね。いやある種怖いある種ですよ。僕らが思ってると違うんだ。全然違うところ喋ってないみたいな。いやすごいな。お経とか途絶えて入ったこと何回もあります打席に。あまりにうるさいんでキャッチャーがこっちもやばいやつだと思わせようと思って何秒ほーい独協して打席に入って無駄に独協やつやばいですから。なんかそういう時は打てるもんなんですか。いやわかんないです。やばいやつだと思わせてた。そうかかってるからね。なるほど。なんかこうやってやって入ったりなんか。彼女してやったり。そういうことやってましたね。はい。なんかいわくつきの球場みたいなのってなかったんですか。怪我人が多いとか。あありましたね。ありましたね。はい。そういう必ず塩まきますね野球界は。はい。ベンチ前に塩を持ったりとか結構そうあったかもしれない。ありましたね塩は。そうですね。なんかそう負けが込んだりするとなんかベンチに塩とかあります。ありますよね。ありますはい。なんかやっぱそう怪我した時とかってやっぱりそう何かのせいにしたいじゃないですか。そうですね。だからありそうですよねいっぱいね。好き相性が良かった球場悪かった球場とかって佐藤さんからありますか。そうです。もう千葉の QVC マリンスタジアムは結構好きでしたからね。なんか風が強いけど、なんか守るにしても打つにして難しいのかなっていう。打つのはなんか打ちやすかったんですよ。やっぱ伸びるとこ伸びるんで打球が風に乗って、守りは地獄ですけどね確かに。外野なんて特に外野なんか守りたくないですよね。そうですよね。いや本当素人だけど見ててあ絶対難しいんだろうなと思って。千葉マリンの時は朝起きて最初に窓を開けて見るのは風の強さですね。今日はどれが吹いてるか不安なんで。実際自分が守備つくときにどれぐらいの風力があるのか。マリンスタジアムと甲子園とかハマスタとかも風強いですよね。あ、ハマスタそうですね。ハマスタ風強いですけど、ハマスタ結構狭いんであそこはホームランになりやすいですね。そうか。なるほど。やっぱそういうのありますね。甲子園は広いかな。マリンスタジアムがやっぱりマリンスタジアム好きでしたね。いやでも神宮球場とかね。神宮だ。六本木近いんでね、やっぱりね。いや、それ遊びに行くこと考えてない。終わった後の遊びのこと考えてるじゃん。利便性が高いみたいな。そういうところですよね、多分ね、今言ってた。ヤクルト長くやっぱり活躍できたのはそこでしょうね。ヤクルト選手。いやいや、違う。そんなことない。関係ないです。長く活躍してらっしゃるねみたいなこと別にいますか。いますからそれは。怪我人も多いですよね、ヤクルト。いや、そう飲んでるからじゃないですよ。飲んでるからじゃないから。それは注意が散漫になってるわけないですからこれはね。え、地方とか行ったらやっぱりプロ野球選手って合流するんですか。あ、なんかイメージね、なんかあるけど。うん、まあする選手やっぱそれ楽しみの一つですよね。佐藤さんどうなんですか、G.G. さん。ライオンズの頃はあんまりしてなかったんですよ。そうなんですか。どちらかというと、はい、野球にかけてたんですけど、ロッテの頃はやっぱ結構遊んでましたね。そうなんですね。やっぱイタリアに行ったのも入っちゃった。イタリアに行ったんでいっぱい。行かれましたね。そこはお酒も覚え。遅かったんですね、覚えたの。そう、覚えたの遅くて。そこでまあ僕の自分のコルクもパンと開いちゃって。パン開いたんですね。パン開いて。飲むぞっつって。もうそのロッテの2年間はもう取り戻すかのように飲みましたね。そうなんだ。同僚の選手とかと飲んだり、そうですね、平内君とか知ってますから、平内、早坂、神戸、小池、全員クビになりましたけどね。遊んでた人が全員戦力。怖い話ですよこれ。怖い話ですよ。私は知ってる名前だなと思って G.G. さんに誘われたらやめる。全員戦力外通告ですね。しかも同じ年かもしれないです。同じ年。完全に怖い話ですよ。完全に G.G. と関わった人間がクビになる。怖い話ですよ。怖い話ですよ。いや、すごいっすね、やっぱ。なんかね、本当にいろんなお話のレンジが広いから。面白いな。ちょっと本当にまた来てください、佐藤さん。お願いします。ぜひお願いします。あんまり怖い話はあんまりなくて。本当に全然怖い話しなかったのはザコシショウさん以来2人目です。ありがとうございます。ザコシショウさん以来2人目です。いや、ありがとうございます。怖い話があるなんて言っちゃってすみません。申し訳ない。いや、面白かったです。いや、もうね、面白かったんで、はい、OK でございます。ということで、今回のゲストは元プロ野球選手 G.G. 佐藤さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。皆さんチャンネルのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。のぶさんちょっとですね、調べによりますと、七不思議チャンネルをですね、ご覧の方々の中で、チャンネルは見てるけどチャンネル登録をしてないよっていう方結構ね、半分ぐらいいらっしゃるそうなんですよ。びっくりするじゃないですか。びっくりした。そうでしょ？これはぜひ皆さんこの機会にチャンネル登録をしていただけると、その数字っていうのが僕たちの励みになったりするので、はい、この機会にぜひチャンネル登録の方をお願いします。高評価。お願いします。高評価含めてチャンネル登録ぜひお願いね。お願いします。